本日は数研出版スタディアップノート数学1の基本119から122を行っていこうと思います。y は x の2倍より5だけ小さい。 y を x の式で表せ。基本119-120は y を x の式で表す問題です。まず119では y と x の2倍を比べると y が5だけ小さいということなので、大きい方から差の5を引くと y と同じになります。よって y イコール 2x-5 が答えとなります。縦が x センチで横が縦より3センチ長い長方形の面積を y 平方センチメートルとするとき、y を x の式で表せ。120では縦 x センチ、横 x プラス3センチの長方形の面積が y ということで、長方形の面積は縦かける横で求まりますので、y イコール x かける x プラス3と表し、x を分配し、y イコール x 2乗プラス 3x となります。ここで x の取り得る値の範囲を考えます。長方形の辺の長さは縦も横も必ずプラスになるので、x 大なり0、x プラス3大なり0と不等式を立てることができます。そして2つの共通範囲を取ると、x 大なり0となり、この範囲であれば縦も横もプラスの数として取ることができます。この x の関数において、x の取り得る値の範囲を定義域と言います。よって式は y イコール x 2乗プラス 3x、 またこの時の定義域は x 大なり0が答えとなります。fx イコール 2x-1 において f0、f-1 を求めよ。121、122は関数 fx の値を求める問題です。121では x が0のとき、-1 のときにおける値ですので、x に0と -1 をそれぞれ代入し値を求めます。まず、f0 は0を x に代入し計算すると -1 となります。 f-1 は -1 を x に代入し計算すると -3 となります。fx イコール 3x 2乗マイナス 4x プラス5において f2、f-1 を求めよ。122では x が2の時とマイナス1の時における値ですので、 x に2とマイナス1をそれぞれ代入し値を求めます。まず f2 は2を x に代入し計算すると9となります。 f-1 は -1 を x に代入し計算すると12となります。
もしよろしければチャンネル登録、高評価いただけたら次の動画の作成の動機になりますのでよろしくお願いいたします。またお近くにお住まいの方で塾を探しの方がいらっしゃいましたら、ただいま無料体験授業を行っておりますので、こちらの番号にお気軽にお電話ください。その際には無料体験授業を受けたいという形でお電話いただければスムーズに受け付けできますので、よろしくお願いいたします。